の衆参の一員制について記載した記事されておりますので、ぜひ目を通していただければ幸いでございます。桜田豊のもとによく国会議員の定数を加減していただき、こんな要望が寄せられております。それなら私は特に現在衆参の議員制というものに疑問を持っている人間でございます。議員制の役割が終わった、そんな観点から一員制の導入により、720人による衆参議院議員を222人削減をして500人定数にする、そういう考え方を持っているところでございます。現在の衆参の両院の要求に対します定数というものを222人に削減することが可能である、そんな考え方を持っております。私、桜田豊でございます。